脇屋義則は南北朝時代の武将。新田氏の一族、脇屋義春の着難。ただし、新田氏の総領であった新田義宗の諸子の一人に、義則という名があり、彼が後に義春の養子となり脇屋氏を継いだという説もある。また、新田義陸という別名があったとも伝えられる。昌平22年、常時6年4月、鎌倉久保。 足利元氏が死去し、12月には、室町幕府二大将軍、足利義明が没した。これを機に、翌年父が吉宗と共に、越後にて挙兵した。同年に、武蔵において勃発した、武蔵平一期の乱に乗じての放棄であった。しかし、平一期の乱の鎮圧に成功した足利が、上杉勢の前に、新田軍は、奮戦むなしく敗北を喫し、 総領の吉宗は越後沼田壮で戦死、吉春は消息不明となり、ここに新田氏は組織的放棄を起こす力を失った。そのような苦境の中、吉則は脇足を継いだものと思われる。武蔵平一期の乱の終結後、吉則は吉春と行動を共にしなかったようで、家臣に守られて辛くも落ち延びた。また新田義宗には、維持、定方がおり、 日田氏を継いだが幼少であったため、しばらくは吉則が定方に代わって、日田氏の残党を指揮していたと言われている。後年、定方と吉則は、道の国あった南朝の拠点、両前城に入り、また、南欧州にて、南朝方として、勢力を張っていた田村昌治氏を頼った。田村氏の協力を得た、新伝統は、相馬足との争いに勝利し、一時は、 周辺の北朝方を圧倒した。しかし、鎌倉府の勢力拡大を狙う鎌倉久保の足利、氏光がこれを感化するはずもなく、欧英2年に氏光は自ら軍勢を率いて、田村氏の討伐に向かった。約1年にわたる合戦の末に、田村氏は敗れ、田村のりよ新豊富氏は自害し、翌欧英3年に南欧州は鎌倉府によって平定された。 宇治光は、田村氏と共に抵抗した神殿の残党の行方を厳しく捜索したが、定方、吉則は逃亡しており捕獲することはついにできなかった。田村昌司の乱以降の吉則の動向は不明だが、それから8年後の大永10年に、箱根曽倉で潜伏していたところを、鎌倉府によって捕捉され、故、吉行と共に殺害されたとされる。 なお、吉則と行動を共にした、新田正方は、欧永15年に、七里ヶ浜において処刑されている。浅田昭彦、小島光徳と日田一族。ありがとうございます。